こういった暖炉が、あるわけですけども、その1個の暖炉に普通は1本のケーブルを入れるんですけども、もう1本じゃ、間に合わなくなってきています。それはなぜかと言いますと、メタルケーブルがもともと入っててですね、メタルでまだサービス ADSL も含めてやっとるもんですから、むやみやたらに抜くってことはできないために、空いてるところに光をどんどん詰めていくっていうことになります。そのために1個に1本のファイバーではケーブルではなくて、こういうダクトをインナーパイプというのをちょっと作りまして、こういうパイプをですね、このマンホールの中からこう中にどんどんこう押し込んでいってですね、で新たな、こういう空いた空間を作って、そこにケーブルを入れていくと。で今までの光ケーブルでは入らないので、先進のケーブルは、まあ、例えばこう29mm 直径あったんですが、23ミリぐらいに細くしまして3本入るようにしたという、まあ、ちょっと泥臭い話ですけども、こういうようなことを、やってきています。これ割と単に縮めればすぐ済むように思いますけど、信頼性の問題だとかですね、そういうところは結構研究の課題になっておりまして、これはもうすでに導入を今されておるということで、都市部なんかでこういった形で、暖炉の有効利用というのは今進みつつあるという状況でございます。これは地下クロージャーで、ちょっと絵が細かいですので、お手元の資料等を見ていただければと思いますが、これもあまり研究というよりはアイディアで、作り直しているようなところがございますけれども、今まではクロージャーというのはそれほどたびたび開けて作業するという感覚がなくてですね、特に海外はもっとすごいんですけど、一回閉めたらもう開けることはほとんどないだろうというような、そういう代物だったんですが、実は光がやっぱりどんどん打ち出しますとですね、しょっちゅう開けるっていうことが出てきます。でしょっちゅう開けるもんですから、中にも水が入っちゃってどうしようもないとかですね、あるいは開けた時の、オープンの度合いが悪くて作業がしにくいとかですね、そういうことが問題になりまして、まあ、ちょっとえらく泥臭い話ではございますけれども、蓋がパカッと取れて、ここの、作業するところの面積が広く取れたりとかですね、あるいはパッキンをきっちり、はめて水が入ってこなくするとか、そういうようなことも、これも導入今、どんどんされているという技術でございます。それで、地下浸水検知の高度化という話があります。これここにマンホールがこう並んでるんですけど、マンホールの中に当然雨が降って水がジャブジャブになるということがよくありまして、先ほどお話しましたように、前のクロージャーだとですね、結構クロージャーの中に水が入っちゃいます。でどんなんかと言いますと例えばこんなんです。これ見てちょっと見ていただいて分かりにくいかもしれないけど、中に水が入っちゃってもうぐちゃぐちゃで、もう使い物にならんと、こういうようなことっていうのは実は結構起こります。でこれはまずいというので、水がちょっとでも入ったら検出しようというので、こういうセンサーが埋め込まれてまして、肩タンカー局からですね、光を入れて反射する光で、こういうのを水がどのぐらい入ってきているかとか、水分の含有量を調べるというのは、そういうセンサーが入っています。で今までは実はこのセンサーの感度が悪かったんですけども、まあ、この話はですね、こういったところに一応、このマンホールが1個ぐらいしか今までの技術では見れなかったんですが、例えばここのが浸水してたら後の浸圧が見れないとか、こういう状態が起こってたんですが、新しく最近では、これがもっと複数個見れて、しかも、どこのマンホールが何番目のマンホールがきっちり、まあ、浸水してるとかですね、浸水してないというのはきっちり特定できるようになったと、こういった技術を、開発してきております。これも導入されています。で同じようなちょっと技術をざっといくつかご紹介しますけど、これは、原用非原用の判別と、これはお客様が使ってるか使ってないかを作業者が識別する技術ということでございます。NTT の局とお客様の間がですね、ポイントポイントでつながっている場合はあまりこういう話は問題にならないんですが、こういった時にスプリッターが噛んでると入ってるとですね、ここはお客様はつながってない新線とお客様はつながってる新線があるんですが、ここの新線をですね、例えば選択して工事をしたいとこの作業者が思ってもですね、実は光が来てないわけでなくて、ここはパワースプリッター、スプリッターですから使ってないにもかかわらず光が来ちゃってるんですね。ということで光来てるんだけど、この人とこの人のこの新線をですね、どう区別するかっていう問題があってですね、これは実はこの方法以外にいくつかあるんですが、これは非常に簡易な方法ですが、今までの
場合ですと作業者が配線柱というところに登ってスプリッターのここをつなぐ前ですね、ここ一個一個端子番号ポート番号を調べてですね、何番のどれがというのを全部、局の局と連絡を取りながら、決めて、でそこで分かったらそのシステムを追いかけてここに来て確かにこれだというのをやるという、こういう手間かかることをやっとったんですが、今は実は、ターミネーションフィルターという折り返し、光を折り返すフィルターがですね、ユーザーの前に、ONU っていう装置の前についておりまして、局からの光をですね、まあ、返ってくる光を検出することができるということで、ここに登ることはなくですね、ここに行っただけで戻ってくる光があるかないかで、あ、これは使ってるかどうかっていうのを判別するというような、まあ、非常に単純な話ですけど、こういうような、局側のデータベースとのやり取りを含めてこういうようなことをやっています。これはさらにちょっと高度にやった研究開発でもトライしてるんですが、ちょっとまだものになってなくて、これは研究だけで今止まってます。ユードブリリアン散乱というのを使いましてですね、先ほど言いました光スプリッターの下部にいろんな新線がこうつながるんですけど、ちょっと種類の違う新線を入れておくことによってですね、こちらから局側から入れたパルスによって戻ってくる光の周波数がそれぞれファイバーによってちょっとずれると、こういうような特性を生かすことで、作業者がここに登らなくてもここで全部新線の、識別ができると、こういうような研究もやっとるんですが、これはちょっとやっぱ分解量がまだ10メートルぐらいとかですね、あるいはこの装置が高いということで、まあ、まだちょっと事業サイドからはまあ物にならんなというような感じでちょっとまあ見られている節はあります。まあ、同様な技術でこんなのもありますということで、ちょっと絵だけ紹介しますけど、一番実は原用で使われてるんだけど、キッチャン間違って段にしちゃったっていうのがですね、工事やってて問題になるのは電話なんですね。まあ、映像系もそうです。映像とか電話はずっとデータと違いまして、すぐ、まあ、悪いがすぐ分かっちゃうわけですね。切れる、ブツッと切れますから。それでそういうことは、まあ、とにかく電話とか、のサービスが今使ってるか使ってないかっていうのをですね、調べた上で、どの新線を、いじっていいとかですね、そういうことを確認するんですけど、その作業っていうのは実は非常に大変で、お客さんのところにいちいち電話をかけて今かかってますかって調べてやるわけにもいきませんので、オンのシステムは上り方向の信号がそのままここで、取れますので、上り方向の信号で電話の、パケットパターンといいますかね、電話特有の信号パターンが来ていればその信号を特定するというような、まあ、こういうようなこともやってます。ちょっと詳しいことは端折ります。で、所内系のものを簡単にちょっとこの後2、3紹介いたしますと、所内にはお客様側から来たケーブルとですね、伝送装置とつなぐために、マルチで、マトリックスでつなぐためにこういった、ファイバーでここでコネクションする部分がございます。光性単眼と呼んでますけど、そういうところがですね、今実はこんな状態になってます。要は4000シグルありますので、もうファイバーがぐちゃぐちゃになってもうこんがらがっちゃってどうもならんと、こういう状態になってます。で、これはまずいというので、もっとすっきりさせようというので、まあ、これはまだ全部を解決はしてませんけども、こういうここの、密度をですね、高度の、スプリッターの、高密度化という、要は一個一個を高密度にして、束にしてここを少し 分割層をなくすというんですかね、そういう形にするんです。さらに、ここのコードにですね、まあ、この辺りちょっと出てきますけど、曲げ耐性のあるファイバーを使いまして、少々曲がってもエラーが起きない、要はさっきのこんがらってるところは、まあ、ちょっと引っかかったりなんかするとすぐにロスが出てエラーになるんですけど、それは非常に問題があるんですけど、そういうことは起こらないようにということで、曲げてもですねロスが出ないファイバーに置き換えていくと、こういうような、ことをやっております。この、今、出てますこのシステムはちょっと軽量化っていうんですが、今お話ししました4000シングルぐちゃぐちゃになっているのがこれなんですけど、これケーブルがぐちゃぐちゃになるだけじゃなくて、実は作業者がこういうちょっとこの絵で分かりにくいですけども、こういうマトリックスのこういうポイントをですね、これがこちらの側の側で、こういうコネクタをですね、
ある指定されたところにプツッとはめて接続をするというこういうような施工が、あるいは外したりとかですね、そういうことをやるわけですが、こんだけあるとどこに挿していいかとか分かりにくいというか、要はエラーが起きやすいわけですね。でエラーが起きてあっていうので、エラーがとにかく起きないようにしようというので、データベースとの通信をしながら、ここの何番のところっていうのを LED で光らせてですね、そこに挿して、で自動的に、このコネクタに組まれている ID のデータが、データベースに登録されるというようなことを、そういう仕組みをやってます。ちょっと感じを分かっていただくために、プラグ ID の読み取りを行います。これが今 の、 その、まだ、導入はされてないんですけども、なかなかいいねという、正しいプラグが選択されました。アダプター ID の読み取りを行います。今ちょっと分かりにくかったかもしれませんけども、こういった画面を見ながら、業務はエラーが起きないように、この作業者が作業して、かつデータベースが間違いなく登録されると。実はそのデータベースの間違いというのは現場で実はかなりありまして、データベースが間違っているというのは、まあ、この仕事以外にですね、全てに影響を及びまして、新鮮ナンバーと実際の新鮮がずれているようなことになりますと、切っちゃいけないのか切っちゃったりとか、そういう要は事前の確認作業がすごく増えます。ですので確実なデータベースがあると、そのデータベースを信じて作業はできるんですけども、それができない、なかなか信用できない場合はですね、一個一個その手前の確認作業というのをいろんな作業で全てやらないといけないというので、すごい人手がかかっているというのは実はいろいろ分析すると出てきます。まあ、このシステムはそういうことをなるべくなくそうということで、自動的に間違いない登録をしていこうと、まあ、そういうような流れでございます。で、もう一つの話題は集合住宅の FTTH 化促進ということで、これ最初もお話しましたけど、こういった、電気系の VASL だとかスイッチだとか、こういうのは結構故障もしやすいということがございます。あとはもちろんソフトが出ないというのがございます。そういうことで光にしていこうという流れがありまして、光にしたいんだけど集合住宅のこう MDF 室だとか階段ってこんな詰まってまして、新たに光引けないなということで、今までだとこのぐらいしか、6芯ぐらいしか入んないと、ですけど新たな開発した滑りのいいファイケーブルを開発したんですけど、それだと20芯ぐらい入るということで、まあ、こういうのを作ってます。実はこの技術は非常に受けまして、去年一昨年ぐらいに開発したんですけど、相当数海外も含めて受けてまして、実際にこの物の展示がですね、先ほど最初にお話ししましたが、NTT のブースでは物をですね展示しておりますので、ご興味ありましたらまた見ていただければと思います。それでちょっと最後にハフという曲げ耐性の強いファイバーに対して簡単にちょっとご紹介したいと思います。さまざまなファイバーがあるということで、まあ、皆さんご承知だと思いますけども、曲げに強いファイバー、これ一番下のは今の現行のシングルモードで、コアが真ん中に10ミクロンぐらいのがあるという一番単純なやつですけど、曲げに強くするということでですね、いろんなアイデアがあります。これ私どもが、検討しているのはこういう空港を設けることによってやろうと、まあ、現行のハフ自体がこれです。でもともとちょっとこれは将来型ですけど、フォトニック結晶型というこういったちょっと複雑なやつもあります。あとはこういったナノストラクチャー、まあ、ここに空気のちっちゃな泡の層を設けて曲げに強くしようというようなもの、あるいはトレンチ型で、これ屈折率は空気層ではないんですけども、トレンチを多重のトレンチをつけてやると、まあ、こういったようないろんな取り組みがございます。で私どもはハフというもので今、この辺はいろんなところで出しておりますのでご存知だと思いますけど、こういった曲げてもロスが起きないよというようなものをこれまで作ってきておりまして、一つ問題はですね、
曲げてもロスはできない。今私どもがこれまでやってきてるのはこの曲げフリーのハフっていうここなんですけど、非常に特性としてですね、縦軸が曲げ半径、最小曲げ半径でここまで曲げていいよっていう半径なんですけど、このグラフの通り非常に短く、ちっちゃく曲げても、問題なロスらないというと非常に特性はいいんですけど、残念ながら上位 の、 上のモードが乗っかってしまうとかですね、マルチモードの短いファイバーだとマルチモード、ファイバーの状況によってマルチモードになっちゃうとかですね、そういったような問題がありまして、一般的になかなか使いづらいというのがありましたので、単一モード化しようというので、単一モードの特性、今の単一モードのファイバーと特性がほとんど、スペックが同じで、かつ曲げに強いと、そういうものを作っていこうという、こういうことを一つやっています。これはちょっと非常に単純な絵なんですけど、これがその、通常のシングルモードファイバーだと今の衝撃でですね、このぐらいロスがバッと立ち上がる、こういう、実験です。エラーが発生すると、で先ほど言いました今開発している単一モードハフという、ハフものを使いますと、まあ、衝撃が起きてもエラーが起きないと、こういうものです。でこれだけ言いますと非常に単純ではあるんですけど、ああいうことって起きるのかって言いますと、実は結構起こるんですよ。署内の作業なんかですね、作業者が、不用意にボタンに、ファイバーを引っ掛けちゃうとか、足に引っ掛けちゃうとか、こういうことが非常に起こるんですよ。でその時に、そういうエラーが起きるということがありまして、そういうのを省かな、なくさないといけないという、話がございまして、署内だとか、まあ、署外も含めてですが、こういう単一モードの特性を持った、ちょうど見えにくいですけど、ここの部分ですけど、ロスが出ないという、ハフというものを新たに、考えていこうと、これから、使っていきたいなということで考えています。これはまだ、現場に導入されている、されるまだ前でございまして、これから今まさにやっているというようなところでございます。